ここら辺重たいな。なんだこれ、ファミリーマートができてる。誰が作ったんだこれ。ファミマ東京タワー前店ができてる1号店。共有倉庫なんだ。あ、すごいすごい。なんかすごいリアルに作ってある。すごいですね、ファミマ。うわ、すごい。うわ。ファミマの店内 BGM じゃないですか、これ。すごい。すごい、なんだこれ。誰が作ったの、こんなすごいの。あ、やばいやばい、2回回されちゃうのか。すごい。音って作れるんですか、こんなん。ちょっともう一回聞きたいな。誰だこんな匠。めちゃくちゃすごいですね。ちょっとなんか眠たかったんですけど、目が覚めましたね、すごすぎて。あ、磯さんが入ってきた。こんなこともできるんですね、マイクラって。うわー、ちゃんとレジ棒できてるし。なんだこれ。すごすぎですね。これもしかしてパンが出てくるのか。うわっ、フォトブロックで作れるんだ。こっちトイレか。なんだこれ。和式便所だ。あ、ちゃんと裏側の棚も作ってある。こっち店員用ってことですよね、これ。これすごいな。何でも揃うな、このファミマは。へえ。こっちは店長室とか。あ、ちゃんとスタッフ用の仮眠室になってますね。何これ。地下もあるし。備品の他のところ。なんだこれ。オーナーかこれ。なぜか牛がいますね。エッチな本のコーナーもあります。あー、あの棚がってことですね。なるほど。これはすごいな。いつの間にこんなすごいのができたんだ。ここで揚げ物系ってことですよね。ちょっと地下もありましたね。なんだろうこれ。わー、何これ。あ、これで音楽が鳴る仕組みなのか。はい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 。あ、これで音楽を鳴らしてるんですね。すごいな。牛乳担当。あ、これはもうな、裏側ですね、このお店の。想像できないですね、これ作るのが。音の仕掛けなんですね。次回聞こう。素晴らしいですね、本当に。ファミリーマートだ。今度誰が作ったか聞いてみよう。さっきチャットに出てました、誰か作ったかって。すごいなあ。ゴミ捨て場。これは何なんだ。ああ、ここに落とせばいいんですね。いや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 、すごいものができましたね。